松崎です。精神診療プラチナマニュアルの松崎です。今日は自閉スペクトラム症の対応についてお話しいたしましょう。というわけで早速参りましょう。本格的な精神学をわかりやすく説明いたしましょう。自閉スペクトラム症の子にどう対応したらいいのか。基本的に自閉スペクトラム症、薬で治すものではないです。感触を起こしたり、脅迫的になったりするものに対して、 抗精神病薬がいくらかは効くことは分かってますが、それで治すというものではないんです。その子の特性とどう付き合っていくのか、生活のポイントなんです。興奮してしまった時、感触を起こしてしまったような時、タイムアウトっていうものを取り決めておく。決して罰としてそこに閉じ込める、罰としてそこに座らせる、反省させるではないです。 問題を起こしたとき、一定時間、椅子で過ごすなど、時間の過ごし方をあらかじめ決めておきましょう。で、終了後は普通に過ごす。え、反省してないのとか、そういうことを求めるものではないです。自閉スペクタム症。感覚刺激が過敏な傾向がありますから、気が散りやすい。食事中はテレビを消した方がいいです。 集中しすぎて没頭し、生活が乱れることもありますし、普通に暮らしていても過敏だったり集中しすぎたりで、人よりも疲れやすい傾向にあるので、生活を一定に保つように指導しましょう。土曜日でも日曜日でも同じペース。時刻にはこだわりすぎないっていうことも大切。そうしないと、時間に縛られちゃいますからね。まあ大体こんなもの。これが、 家のルールを守る。さらには、社会のルール、学校や職場などのルールを守る練習にもなると考えられます。さあ、どう伝えていくのか。自閉スペクトラム賞には、具体的に伝えた方がいいです。ちょっと待ってて、だと、ちょっとってどんくらいだろう。5分待っててね、みたいに、具体的に伝えた方がいいです。 言葉で言うだけだと、言葉ではうまく解釈、理解できないこともあるので、視覚的に提示した方がいいとされてます。なので、貼り紙を貼っておくだとか、書面にして渡すだとかの工夫がいいでしょう。あとは服を着なさいだけだと、服を着るって言ったらこういうことをするもんだって全体の把握、自閉スペクトラム症じゃない子だったらできるかもしれませんが、 それが苦手なのが自閉スペクタラム症ではよくあることなので、まあお袖を右手に通そうね、そしてお袖を左手に通そうね、今度は一つ目のボタンつけて、次は二つ目のボタン、次は見。具体的に細かく指示をしていき、そして服を着る。それを繰り返していくうちに身についていくというもの。細かい指示がいいんです。あとはどうコミュニケーションをとったらいいのか。基本的にはコミュニケーション苦手です。 自閉スペクトラム症の子がお家にいたら、お父様お母様なり、まあ、他のご家族同士が積極的に挨拶してる環境を作りましょう。自然にはなかなか習得されない分、挨拶をしてる人に触れる回数を増やす。本人にも積極的に挨拶してあげて、日常的な挨拶の体験を多くしましょう。あとは、二択。 で、選ぶ機会を増やしましょう。チョコにしますかせんべいにしますかどっちにしますかもうどっちだっていいかもしれません。でも、本人の希望を聞くという体験を増やしましょう。いや、何にしますだと選びきれなかったり、その場にないものを選んじゃったりするかもしれない。とりあえず、二択でどっちにしますかそういうやりとりが、本人が将来困った時に人に助けを求める。 みたいな力を育むのかもしれません。さあ、どこまで頑張らせたらいいのか。自閉スペクトラム賞、まあ、不器用なことが多かったりする失敗体験が多いです。そんな中、一般的にはダメだった、今度はこうしてみよう、できた、みたいな失敗を通した試行錯誤が有用ですが、自閉スペクトラム症ではダメだった、もっとダメなんのが不安だから変えない。 もっとダメになったから怖いみたいに失敗を繰り返すとそのことを恐れてこだわりを作り始める。そして生活が膠着する。前進がしづらくなる。なのでうまくできなそうなことは手伝ってあげましょう。そこでコミュニケーションというものを学び、また手伝ってもらってでも成功する。その成功体験を積み重ねることが非常に重要。 できないことは手伝い、成功させましょう。できることがあれば、それはどんどんさせて、成功体験を積み重ねていってもらいましょう。そして、できることを少しずつ増やすのは重要なようです。こだわりで困るお子さん多いんじゃないでしょうか。心理的に視野が狭くて同じものを選びがちというのが一つあります。なので、途中でも出てきました。二択で問いかける。 視野を少しずつ増やしていくのは有用なようです。あとは選択肢2択でも何でも視野を広げていきましょうよ。ただほっとくと同じことばっかりしますからあんなこともさせてみるこんなこともさせてみる。様々な体験に誘って視野を広げていく働きかけも有用なようです。あとは同じ服にこだわってしまうなんてことはよく聞く話。 そんなとき、ちょっとだけでも変えてもらう。本人が許す範囲でも変えてもらう。ちょっとだけでも。一日だけ青い服着てみようよ。だとか。いや、すぐもう着替えちゃってもいいからとりあえず、一瞬この青い服着てみようよ。わ、す青い似合う。変えても大丈夫だったっていう体験を積み重ねることは有用なようです。不安に対処できず変化を嫌う。不安だからこのままになりがち。 わずかずつ変化を試み、生じる不安につき支援しつつ、もうダメだったらすぐ戻すからちょっとだけやってみて、の体験。いつもとちょっと違ってできたことを、分かりやすく大きく、賞賛しましょう。あ、できたできたもう戻していいから大丈夫だよわ、すごい似合う元の赤い服に戻していいからいいよその過程がとても大切。 あとは、こだわりっていうと、自閉スペクトラム症だと、初めての場所とかが苦手。なので、写真やパンフレットでその場所を予習しておくっていうのは有用なようです。初めて会う人も写真で見せておくっていうのが、より不安を減らすことでしょう。で、普段と異なるイベントは、早い時期から予告しておく。カレンダーに大きくわかりやすく書いておいて、 この日になったら遠足だよ。いつも教室行くけど、この日は山に行くからね。陽光空しておくのは有用なようです。というわけで、自閉スペクトラム症についてお話しいたしました。参考になったなと思ったらチャンネル登録をお願いいたします。精神診療プラチナマニュアルもよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。